こんにちは、花井龍馬さん。今日はね、ちょっと麻雀の話題が出たんで、私も麻雀の動画で返信しようかと思うんですよ。当時私が広島でオープンリーチっていう店をやってた時に、スタッフもそうなんですけども、有志といいますかね、上級者を集めて麻雀の勉強会を週に2、3回していたんですよね。で、主催は私をしていて、じゃあどんな麻雀の勉強会をするというと、まずね、道具の使い方なんですよ。道具の使い方っていうと、麻雀には麻雀牌使いますよね。卓も使うんですけども、展望も使うんですけども、麻雀牌の使い方をまず一から練習しようってことで、例えばね、打牌の練習っていうのを多分ね、麻雀のプロでもやらないと思うんですよ。で、私たちは打牌の練習とか、座り方とか、立ち方とか、挨拶の仕方って、こういう練習から始めていったんですよね。要するに基礎から固めていったわけなんですよ。その一つ、打牌の練習ちょっと見ていただきたいと思います。どうぞ。当時ね、まだカメラがあんまりいいものではないですけども、これが教材として私の有志会員に配られていたんですよね。次はですね、その打牌の練習の次にあるのは捨て牌の作り方なんですよ。これも捨て牌をパシッパシッとね、小気味よく、すごくね、シャープにね、こう突き刺すように作っていくわけですけども、やっぱり方の作り方、捨て牌の作り方が上手な人に、やっぱその人の技術とか精神が現れるんではないかなと私感じまして、捨て牌がきれいに作れるように鍛錬した覚えがあります。こちらの方も動画がありますんで、どうぞ。はい、やっぱりね、人っていうのはもう得るものがすごくね、大事ではあるんですけども、この捨てることも大事なんですよね。麻雀っていうか人生っていうのは捨てていくってことも大事。いわゆる昨日までの自分の人生をいかに捨てていけるかが新しい自分になれるかっていう挑戦だと思うんで、私はその方の作り方によってね、人格が現れるかなと思ってるんですよ。というのは麻雀っていうのは上がらない限り見せない部分っていうのは絶対あるわけですよ。で、捨て牌っていうのは自分が人に見せるところなんですよね。だから恥ずかしくないように見せていかないといけないなというところがあります。で、今度はね、牌牌の取り方ですよね。だから牌牌っていうのは、運任せではあるんですよ。天運地運っていうんですけども、天から授けられた自分の宿命であるわけなんですよね。で、その天から預けられた牌牌を取るときに、どのように取っていくかっていうところも、普通の人と、プロっていうかね、技術室、なんと言いますかね、麻雀の道をその時は目指してたわけですよ。その道を目指す者としての、違いってものを見せていこうかなと思って、シャープに早く、しかも片手でね、で、リーパイを、リーパイはするんですけども、まずはハイパイの取り方だけを練習する、そんなシーンがありますから、そちらの方もご覧ください。以上、まだ他にもね、60種類ぐらいあるんですけども、いわゆるね、花屋龍馬さんが言う売人っていうのは実際にいらっしゃって、私は昭和47年生まれで、昭和50年代に麻雀に触れたんですけども、その時までね、売人っていう方がまだ町にいらっしゃったんですよね。もちろん、なんか五流と言われてた人らしいですけどね。その人が言うには、自分は五流で、こんなのね、三流にもかなわないし、二流でも一流でも何でもないと。昭和20年代生まれの麻雀をやってたやつはみんなこのぐらいはできていたし、そっからスタートだったということをね、なんか言われました。これまた話が長くなりますんで、別の機会に譲りたいと思うんですけども、いわゆるね、売人っていうのが本当にいて、売人っていうのは麻雀で食べていくために、私がね、紹介したぐらいの練習はしたということなんですよ。その他にも数々やってたそうです。行きました。お前、ちょっと諦めすぎです。どんどんと言われてちょっとスムーズにいきましょう。スムーズに。監督はスムーズ。
精神をね鍛錬するためにやっていたところもあるし、やっぱり手先の器用さをトレーニングするためにやっていたところもあると思います。まあ本当にねこんな地味なことをねずっと繰り返して、そして一つの半チャン、いわゆる試合に向かうっていうのが売人だということだったんですよ。まあですんでね、華やかに見えたりとかかっこよく見えるその裏には、地道で本当に積み上げるだけのね1ポイントのアンケートやるぐらいのことを積み上げていってるってことなんですよね。だからどこにも隙がないっていうことらしいんですよ。私もねちょっとクロートに憧れて、売人に憧れて練習した時期があったんですけど、それがね中学の頃だったですかね。でその中学の頃にいろんな練習をした、そのなんかね名残がああやって30代の麻雀経営にちょっとだけね、生かせていたのかなっていうところありますね。このねなんか積み込みをしない場合のそのパイのそのなんですかね、パイ山を作るね、山を作ることがありますけど、あれがねだいたい20秒標準で、積み込み込みでそれをできるようになるといいらしいなと聞いたこともありますし、それが当時は6秒でできたっていうらしいんですよ。これ本当かなと思いますけど、6秒で山を積むことは不可能なんじゃないかなと思ったんですけども、10秒ぐらいならねベタ積みって言って積み込みなしだったらできるんですよ。積み込みありだったらどうしてもね20秒を切るような速度になっちゃうんで、私は全然ね売人にはなれなかったんだろうなと思いましたね。あ、そうだ、おまけにねちょっとトランプで手品をやったところもあるんで、ちょっとこれはねお笑いマジにご覧ください。どうぞ。はい、オッケー。じゃあトランプ のパック出しますね。はいはい、そうですね。はい、ね、はい、こういうふうにいろいろカードが全然怪しいところはありません。ありません。怪しいところはありませんね。普通トランプだね。怪しいところありませんね。怪しいところはありませんね。ない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 。ありますね。じゃあこれですね、この9カードで下のカードをこう擦っていきます。おおと消えていく、消えていく、あれ半分消えちゃいましたね、これね。消えちゃったよ。はい、はあ、こんな感じで消えます。おお、これですね、これで下のカードをさらに擦っちゃうと、もう鼻から消えてますね。これね、はっと消えましたね。消えた、完璧に消えちゃったよ。どうでしょうか、これは。ということは次のカードは、次のカードはもちろんどうなんでしょうか。やっぱり消えてますね。消えてる、消えてますね。消えちゃってます。はい、で次のカード、まだ消えてる、まだある、まだある。こんな感じですよ。うん、もう全然真っ白ですよ、ほら。全然、本当だ、ね、本当だ、裏を見て真っ白。これね真っ白、どうしよう、全部真っ白じゃないか、これは。あ、本当だ、本当だ、もしかして全部真っ白じゃないか。あ、真っ白じゃないか、これは。もっとゆっくりやらないとダメです。真っ白じゃないか、これは。真っ白です、真っ白です、ね、はい、いかがだったでしょうか。いろいろとね、動画を昔の引っ張り出してきてね、私も懐かしいなと思いながら何本かチョイスしたんですけども、私の YouTube の中にはこういった麻雀カテゴリーのものも80本あるんですよね。中には麻雀の戦術をホワイトボードで語ったものもあって、多分麻雀プロとは全く一線を画したものではないかなと思います。まあプロの方と関わる機会って本当に少なかったなと思いますね。うん、まあ私がずっとね支持してたのは桜井翔一プロで、プロっていうかな、桜井翔一会長で、道場の方にもよく通わせていただいてね、大会にも出場を何回もさせてもらって、本当に麻雀に懐かしいなと思ったんですけども、まあ、今はね桜井会長とかの名前を出すと怒られそうなんであんまり言わないようにしてますけども、そうですね、まあどっちにしてもプロっていうのは考えられないような地道な道を通ってきてるってことなんですよ。で素人ほどその地道をねすっ飛ばしていいとこ取りしようと思うと、一段飛ばししようと思うわけなんですよ。だからずっと素人なんですよね。プロはねどんなトレーニングも逃げないし、そのトレーニングを教わるんではなくて自分で作り出していくんですよね。自分が求める技術を手に入れるため、求める結果を手に入れるために何すればいいのかってことを自分で考えて、いちいち人に教わらないってことですよね。教わるとしたら実践の中の敗北の中から学んでいくのかなと思うんですよね。確かね坊や鉄もね、坊主さんに会ってめった打ちにされて、それからだんだんとね、磨かれていく。そして野上の黒シャツともね、野上の剣ですけども、土佐剣とぶち合う中でどんどん登っていくんだったんじゃないかなと思います。私は麻雀放浪記原作の方を何度も読みましたんでね、番外編までそちらの方での印象がありますけども、まあ、今はね漫画になってきて本当に読みやすいなというところでございます。うん、坊や鉄ね、かっこいいですね。いってらっしゃい。駅速稼塾の久保です。今日もですね、土屋ドリームプロジェクト TDP の紹介をさせていただこうかと思います。
しかもですね、この TDP 募集が終わったんですよ。終わったのになぜ紹介するのかと言いますと、これね、やってる最中、募集してる最中に紹介するとバイアスがかかるんですよ。何としても TDP に入れたいなとかね、入れて、例えば見てる方もね、この人を紹介して久保さん報酬もらえるからやってんじゃないのみたいな思われるのが悔しいんで、募集が締め切って手遅れな時にレビューをしたいと思います。この画像をですね、今見てくださってる方はもう結構いると思うんですけども、ここにいる方が皆さんね、実践者ですよ。でこれ押すと再生が始まるわけなんですよ。これ見てください。これ私ですね。これ土屋さんですね。西さんとこの小沢さんと、あとね、もう並いる競合がズバーっと、あ、並さん可愛いですね、まみさんね、吉江さんね、まあ、いろんな方が、土屋塾の女性もいますんでね、ちょっとどもっちゃいましたけども、あ、ここら辺にもね、イケメンがいますね。これイケメンイケメンと稼いでる人ばっかりですからね。ちょっと稼いでますよってね、シャレで言ってる人ばっかりじゃないですよ。 Facebook 見すぎるとそういう人出てきますからね。私、そしてトップクラスを走る我々が認める稼げる人っていうのは、まずはここにいるこの顔、この顔ね、忘れないようにしてくださいね。このね、吉井さん可愛いですね。はい、失礼します。で、ずーっと行くとですね、まあこれね、ローンチですよね。こうやって順々に見ていくと塾に入りたくないっていうやつなんですけども、入りたくなるってやつなんですけども、今回は塾のセールスをするわけじゃないので、その辺はどんどん飛ばしていきます。これ小野里さんですよ。私の友達でね、本当に、かっこいいっていうかね、素敵な人です。これは Facebook で正直に発信してる少ない例の一人ですよね。小野里さんについていけばもう絶対大丈夫です。カメラ転売は小野里さんに教われば大丈夫です。で、小野里さんから派生した、ね、こう小野里さんの塾生さんに教われば誠実にやってくれますね。すごいですね。速攻で月に1000万稼ぐようになったのが TDP 土屋塾ですよね。これはね、すごい。まあこういう風にもね、他の方、すいません、パパパッと飛ばしちゃう人はすいませんけども、今回この吉江さんにね、フォーカスを当てたいと思うんですよ。この方はまあ何歳ってのは言えないんですけども、もうすごいです。まあ私と同い年なんですけども、20歳ぐらい若く見えてですね、会うたんびにドキドキするんですけどもで、もうね、会うたんびに会いたくなるんですけどね、まあ、この方もすごい実績を持ってらっしゃるんですよ。で、ここにも書いてあるんですけども、とても書きれないことが多いんで、ぜひ吉江さんにね、Facebook からメッセージを送っていただいて、ぜひ話聞かせてくださいという感じでアプローチしてみてほしいなと思います。で、ここにもなんかね、いますよね。ちょっと飛ばさせてもらってすいませんね。これやっぱり、ね、飛ばしちゃいけない人がね、こういるんですよ。この人、これ地方でもですね、大丈夫、年を取っても大丈夫ね。麻雀店の、しがない麻雀店の店長でも大丈夫。もう今頃ね、当時採用してたその麻雀店の従業員が見たら悔しがると思うんですけども、だからこれですよ、店長とかね、部長って呼んでた、もしくは近隣の店舗が、あ、オープンリーチの店長来たで、部長来たで、久保来たでみたいな感じで言ってた人が、もうね、もう戻ることはできませんよ。誰も止められませんよ。もう私はもう麻雀店卒業して今こういう風な形でやってますんで、見てる方ね、麻雀関連で働いてる全国の方、生活苦しいでしょ、保険もないでしょ、あるようなふりしてないわけですよ。で、違法なことやってるわけですよ。はっきり言って麻雀店はお金をお客さんにかけさせてですね、深夜も鍵を閉めてこっそりやってるようなね、ところが多いっていうか、ところばっかり。私は違いますよ。私は当時もしてなかったですけども、してないことで有名だったんですけども、でもそういう店ばっかりですから、本当に足元のね、ぐらついている商売なんですよ。その麻雀店ですら自由な暮らし、今私24時間中23時間自由ですからね。スキルなくても大丈夫ですよね。若くないと成功できないってことはないです。麻雀店お勤めの方みんな40代以上ね、大丈夫です、全然大丈夫。麻雀店お勤めの方、東京にいる人は少ない、でも全然大丈夫。40を超えていても、東京にいなくても、 Facebook って何それみたいな人でも、まあ私のね、私にお任せいただくか、この TDP に参加が間に合っていれば、もうね、参加してない、今の時点で してない人は無理ですけども、そういう方はもう自由で楽しくてしょうがないような暮らしですよね。で、10万もまだ億っていう金額の稼ぎも経験しますからね。一人でですよ。ここはもう一回言いますよ。一人で億っていう売り上げも経験できます。TDP 素晴らしいということで、残念ながらもう入れません。すいません、入れません。どうしても入れません。すいません。もうね、どうしてもっていうことでしたら、どうしてもっていうことでしたら、速稼塾の久保に聞いたんだけど、どうにかなりませんかっていう感じで、この土屋さんのところでね、メッセージを入れていただければ、もしかしたら、1万分の1の確率くらいかもしれないですけど、もしかしたら、まあ一人ぐらいいいんじゃないのみたいな感じで入れてくれるかもしれませんけど、私は保証できません。ただ私の名前を出していただければ、可能性は、まあ上がんないかもしれないですけども、まあ私も電話しときますんで、土屋さん、ちょっと、マブランで入れてやってくださいみたいなことね。土屋さんも広島出身なんで、広島の方は特にね、入れてくれると思います。
って言ってね、まあ募集をね、強くお勧めするわけではないんですけども、まあ広島の片田舎、麻雀店のね、あの久保でもなんとかなってるよってことを、オープンリーチ関係者の方ね、元従業員の方、うん、他にもね、お客さんで来てくださった方、見てくださいと。あの、痩せても枯れても土屋博士ですよ。この土屋塾、シーズン2、土屋ドリームプロジェクトに参加する以外に人生を変える手段はないということですよね。ちょっといやらしい言い方になっててすいません。もしいやらしい言い方ここまでしても、もうそんなこと関係なく稼ぎたいんだって人、そして TDP への参加が無理だなと思われた方、広島の速稼塾、久保哲郎にご連絡いただいても、ちょっと話ぐらいはさせていただきます。偉そうな言い方ですいませんけども、でもですね、やっぱり、あの、本気の人じゃないと、実績が塾としても落ちるんで困るんですよ。とりあえず入ってみましたみたいな人で、成功しない方がね、最初から成功する見込みのない方が来られても困るんで、その辺はちょっとご理解ください。もう、絶対ついていくぜみたいな人はね、私が最後まで、億という金額をね、その目に、その口座に入れるまで、私はしっかりやらせていただこうかと思います。と言っても別に募集をしてるわけじゃないんでね、私の気が向くように録画をして、させていただきました。さよなら。